サンジェイダットはアメリカ合衆国のプロレスラー。ワシントン DC 出身。CZW やティネ、ローなどといったプロレス団体を主戦場として活動している。インド人移民の家庭の下で、米国のワシントン DC に生を受け、ジョージ・メイソン大学で電気通信を専攻した。インドを訪れたのは1991年が最後であった。 父親はプロレスの大ファンであったという。やがて、ラリー・シャープの下で訓練を積み、2000年の9月にプロレスラーとしてのデビューを飾り、2003年からコンバットゾーンレスリングのマットに本格的に参入。早速4月に CZW のベストオブザ、ベスト選手権へと出場し、クリス・キャッシュ、マーク・ブリスコ、トレント・アシットと勝ち進み、 初出場にして決勝にまで進出するも、その決勝戦で、b ボーイを相手に敗れ退いた。この年、2003年にあっては、わミッドサウスのマットに参戦することにもなり、この団体の主催する、デスマッチの祭典、キング・オブ・ザ・デスマッチ選手権へと初出場。アレックス・シェリーと当たった1回戦目で敗退するも、もう一戦を観光し、アダム・フラッシュと組んだ上で、アレックス・シェリー、 ジミー・ジェイコブ・スグミとネート・ウェップ・エム・ドック20組を制圧。それから間もなく JC ・ベイリーを相手にはしごを使ったテスマッチを行い、これを制すと同時にイワミッド・サウスのライトヘビー級王座を獲得。年も暮れの頃には CZW のケージ・オブ・デスという大会を舞台にラッカスを下し CZW のジュニアヘビー級王座を退感この頃からティネと ローに参戦し始めることにもなった。2004年にはベストオブザ、ベスト選手権への二度目の出場を果たし、ネイトウェップ、PT ・ウィリアムズ、ボビー・クアンスと勝ち進んで行きまたしても、決勝へ。その決勝戦にてついには、ロドリック・ストロングを下し、この大会の優勝者の座に君臨するに至る。そして7月になると、日本の地を踏み、モンスター・ジというギミックを持って、 ハッスルへと参戦。早速、助手ダニエルズと組んだ上で、数早し、スパンキー組とのタッグマッチを行った。それからハッスルのマットを舞台に高田モンスター軍に加入した上で活躍を見せ、やがては、ティネインパクトを通して、ティネのマットへの本格的な参戦を開始した。それから2005年を通して、日本の01のマットに登場しつつ、ティネを主戦場として活動し、 2006年にはベストオブザベスト選手権への3度目の出場を果たすもマットサイダルを相手に1回戦目で敗退。この年には ECW アリーナを舞台にセクシーエディを下し2度目の CZW 世界ジュニアヘビー級王座を体感。この王座は同日にジグソーの手へと当たった。そんな2006年から2007年から2008年を通して その大部分をティネのマットに活動し、2009年には、ローを主戦場として活動。クリス・ヒーロー、ロドリック・ストロング、エルジェネ・リコ、デイビー・リチャーズ、ネクロ・ブッチャーなどといったメンツを相手に活躍を見せた。以後は、ティネ・ GFW などのアメリカの各団体で活躍していたが、2019年1月23日、同じくティネに長年所属していたアビスと共に、 WWE と契約し、プロデューサーとして活動することが発表された。他、アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。